茨城県道241号、須田奥野屋線上、上須市砂山上須市大田茨城、県道241号、須田奥野屋線は、茨城県上須市内の一般県道である。鹿島臨海工業地帯の羽崎工業団地から、鹿島港方面へ向かう産業道路である。1974年10月4日、茨城県は、 鹿島臨海工業地帯の刃崎工業団地周辺の産業道路を整備するための新規県道路線として、起点を鹿島郡刃崎町大和須田終点を鹿島郡上須町大技奥野谷とする区間を県道須田奥野谷線として路線認定した。後の1995年に茨城県道の路線再編が行われた際に、 整理番号241に変更されて、現在に至る。鹿島臨海工業地帯の産業道路であることから、交通のほとんどは、通勤車両や、物流関係の中、大型車が大部分を占める。全線4車線で最高速度制限は、時速60キロメートルである。また、神栖市砂山同士奥野屋の区間は、 通行する車両の総重量が最高限度25トンの道路に指定されている。道路法の規定に基づき、神栖市,市中央道間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。羽崎工業団地の南、 西側外周に沿って砂山交差点で曲がり L 字に伸びる道路である。沿線の工場や住宅地の風景を見ることができる。なし福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと。AB、道路の区域決定。 道路の共用開始、茨城県法、第6999号、P7、ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、P15 ハット AB、県道路線を認定。茨城県法号外、ピアニッシモも、1、2、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、 ピアニッシモ、82、AB、車両制限令の規定に基づく道路の指定。茨城県法、第1 0四1 4号、ピアニッシモ、67、車両制限令の規定に基づく道路の指定及び、車両の通行方法の指定。車両制限令の規定に基づく、国際会場コンテナ車の重量及び長さの、最高限度を引き上げる道路の指定。 茨城県法号外第16号、ピアニッシモ18、道路の専用を制限する区域の指定、茨城県法第2980号、ピアニッシモ1828。ありがとうございます。